主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきの、ね、鉄道昇華シリーズですね。奥州いわき編、はい、第3週ですね、はいはい、今回で、終点まで行く予定ですね、はい、奥州いわき編は、うん、上野から東北本線で青森そして弘前まで行って、うん、で仙台に戻ってから現在の常磐線をずっと南下してますね、はい、仙台から、はい、東京上野を目指してね、うん、進んでおります、はい、で前回はね主に福島県エリアで、うん、ちょっと原発のね被災した地域のどこを通ってきまして、うん、現在ね水戸まで着きましたね、うん、はい、今日はこれ最後が終点が上野、上野やね、はい、上野まで行っちゃうぞ、うん、はい。いきます、はい、参考にしますのはですね、鉄道昇華の旅、うん、交通博物館、交通科学館が編集された本ですね。はい、もうこれもおもれき必須テキストですね。公認テキストですね。はい。はい、これ、売ってるんでしょ？売ってんじゃないかな。売ってるべきだよね。うん、でもね、この前京都の鉄泊行ったけど、ああ見落としたのかな。なんだっけ、ミュージアムショップみたいなのなかった。ミュージアムショップだけ行ったの。あったと思うけど。別にね、わざわざこれを探しにミュージアムショップに行ったわけじゃないんだよ。ではなくて、うんうん、あの京都のポケモンマンホールを見に梅小路の穴の中にあるの？あるんですよ、うん、あと八坂神社の近くとか、あ、もう一個どこだっけ、平安神宮にもあるってよ、うん、そう、3つしかあれへん。あとね、西京極と、うん、嵐山の方だったかな。それ一個一個何のデザインが違う？違うの、違うの。へ、うん、で、まださ、八坂神社とか平安神宮とか梅小路って、うん、まとめて行動しやすかったので、うん、暇な時にちょっと京都に出かけて回ってきたんですが、うん、ちょっと嵐山の方とかまだ行けてないんで、うん、まだ課題がいっぱい残っている京都ですが、それ見てどうするわけ？写真を撮るわけ？写真撮って友達に自慢するの。そんな人いっぱいいるわけ？行ったら別に。あすごいって、あ、僕もそんなの撮ったよとか、そうやっておしゃべりするものです。はい、じゃあ本編に。はい、では今日はどこ、55番ですか？あ、はい、まだ歌ってなかったっけ？歌ってません。はい、あ、そうです、すいません。はい、はい、じゃあ最後の歌ですね、僕たちのね。最後の歌聞いてください。はい、聞いてください。鉄道昇華55番です。55章。はい。恥ずかしい。いきます。せーの。三家の中に金の斧、そのなしられし水戸の藩、忘るなぎ子が選びたる大日本史のその伊佐夫、はい、佐々木伊佐夫、伊佐夫の伊佐夫ですね、はい、三家の中に金の斧、うん、そのなしられたし水戸の藩、うん、忘るな技巧が選びたる、うん、大日本史のその伊佐夫、はい、
三家って御三家のことですね。御三家の中でってことですね。うん、尾張、紀州、水戸の御三家の中に、勤王のそのなしられたし、うんうん、誰のこと言ってんの？誰って、御三家はもちろんね、徳川家の家康から分かれたうちだけども、その中で唯一勤王。天皇に対する尊王の思想を持って考えを持ってるのが水戸藩じゃないですか、うんうん、で義公が光圀ですね。これ義公なの？黄門様じゃないの？まあ黄門様でもあるけど、え、義公ってどっから来てんの？これ義公は死んだ後の名前かな。あ、解説がありますね、うん、水戸家二代目藩主の徳川光圀のことで、うん、大日本史の編纂事業を起こしたり、うん、その他数々の業績逸話を残している、うん、また水戸学の影響は幕末の水戸藩独自の尊王攘夷論になったと現れた、うん、別に義公って名前の由来を言ってるわけじゃないんですね。そうですね、水戸光圀がどうのこうのって話ですね、うん、はい。大日本史って読んだことあります、うん、読めない、読めなくはないけど現代語訳とかでない？現代語訳あんのかな。まあまあ読めなくない文章じゃないけどね、うん、でこれってなんか光圀の生きている間にできたもんじゃないんでしょ？違いますよ、明治二十何年までかかりますから。かけてでしょ、光圀って。だって二大藩主やで、うん、江戸の初期から。そうそうそう。でこれ私たち読めないの？現代語訳。いや読めますよ、現代語訳があるかは知らんけど、うん、なんか見たことない。どんな、なんかなあれとかないの？なんだっけ、タダで読める青空文庫、うん、知らないけど、なんか現代語訳とかさ、うん、ないのかね。どれぐらいのページ数なんでしょうね。めちゃめちゃ多いよ。あ、そう。水戸光圀が大日本史を作るために家臣にちょっとあそこ行って資料借りてこいとか、うん、あそこに伝わってるなとかって調べてこいっていうのをこうあちこち行かさはるわけです、うん、それを来る側からすれば、うん、なんか御三家の水戸家からなんかわけわからん人がうちのとこ来たぞと、うん、なんか探ってんのちゃうかとか、うん、隠密ちゃうかみたいな話に尾ひれがついて、うん、水戸黄門、要するに黄門様っていうのが各地を回って、ま、そうそう、悪いところのそういう大名とか役人を懲らしめてんだと、はいう、まあ、小説になっていったという話よね。なるほどね。で実際各地方に資料取りに黄門様が行くわけじゃないですね。光圀はそんなこと行けるわけないんで、そうだよね、まあ、その助さん格さんみたいな人が実際は行ったんでしょうけど、鷲尾町子とかが行ったんですね。鷲尾町子はそっち行く。はい、56番ですね、はい、文武の道を広めたる行動官の後といえば残るは地元の梅の川。梅が川？梅が川？残る地元の梅が川。はい。雪の下より匂うなり。うん。行動館は有名、聞いたことある。あ、本当ですか？うん。本当に？ちょっと。柔道のなんかと間違ってない？もっとちょっと乱暴な感じの組みありませんでした？会、ね、うん、行動会ね。あ、はいはいはい、あ、行動館は違います。水戸藩の藩校ですから、うんうんうん、名前は知ってるよ、うんうん、ここでいろんな人が勉強してたんでしょ、うん、でしょうね。はいね、行ったことある行動館って。行動館ありますよ、偕楽園のなんか横っちょぐらいのとこに。尊上ってなんかでっかい掛け口、掛け軸とか知らない？いやいやさ、あのさ、この資料を見てるとさ、ああ水戸駅から偕楽園駅より、うん、行動館は、なんちゅうこれ、水戸線？水軍線？水軍線。水軍線ってどこ？あ、水戸と郡山。郡山結ぶやつ、うん、うん。の方にあるじゃん。なんかこんなんか線路が急ってなってるじゃん。急ってなってるから。後楽園、偕楽園があって。こう円を描くようなカーブ状の線路線だから。なんか、なるほど。うん、いやでもこう日本三大庭園のこうか
偕楽園とかも行ったことないし、水戸はじゃあ全くない水戸派、うん、でも大学の友人が水戸出身なんですよ。はいはいはい。でも今栃木県じゃなく茨城県にいる。あれ栃木だ、宇都宮にいるから。茨城から栃木に移っちゃってるから水戸は一回も行ったことない。へえ。うなぎ飯が有名なの？いや知らない。か書いてないそっちに。駅弁、ああそれは旧版にしか載ってない。ああそうなんだ、うん、はい。うん、偕楽園も行ったことない。まあそうですね、もう梅の季節には行ったことないんでね。梅園なんか梅の季節以外に行ったってどうってことないですからね。ただまあなんか気が入ってるだけですね。でも5月6月に行ったら梅の実がいっぱいあっていいんじゃない。まあ実だ、取って食べるわけじゃないかなしね。ダメだけどね、うん、はあ、いや僕だって三大庭園って兼六園しか行ったことないもん。後楽園も行ったことないんだよ、うん、マジ か、うん、だから前も行っただじゃん、庭見ても分かんないもん。いやまあそういう問題じゃなくて、一応三大と言われるものにはちょっと言っとこうかなみたいな。いや思うけど、うん、じゃあ絶対に行かなきゃいけない、行きたいかっていうと他行きたいとかあるじゃんになっちゃうね。そうかな、三大とつくもので他行ったことあるのは。じゃあ三大、日本三大、日本三景は、日本三景はね、あの天の橋立って行ったことないの、うん、日本、日本三大松原、紀伊の松原、紀伊の松原、紀伊の松原と、うん、美保の松原は行った。あと虹の松原か、虹の松原か、福岡、唐津かな、あそっち行ったことない、うん、三大大仏は見たよ。三大大仏って東大寺、鎌倉、鎌倉、一応高岡って、あ高岡なの、漫画道に書いてあったんだもん。格が違うんじゃない、うん、確かにそれは思った日本三大鍾乳洞は行ったよ。と秋吉台、あ中宝堂、中宝堂と岩龍泉洞か、岩手だね、岩手と龍河洞、あ高知か、高知、高知は行ったよ。龍泉洞行ってないな、うん、それね、日本三大鍾乳洞企画で毎3年連続で、ほらなんでそれで三大庭園企画をしないの。だから庭園が興味ないもん。鍾乳洞だって大したことないじゃん。鍾乳洞面白いじゃん。大体一緒じゃん、おっぱい石とかなんとか柱とかさなんとかのテーブルとか言ってさまあね、そうだけどさ、もうそんなちょっとさ、ちょっとまだ庭はケリーさんには若す、ケリーさんまだ若くて無理かな。まだ枯れてないのね。だって庭だよ。いやだけどって話じゃん。一応まあ見たいじゃん。まあねって、ってまあこういうとこういう時に自慢するために三大庭園とか。とダメなんだなとは思うけどね。どこなんでしょうね、ザ・偕楽園の景色ってどこなんでしょうね。兼六園なら、兼六園ってあの灯籠のさ、日本足の灯籠のさ、ね、とかあるじゃん。後楽園は、ね、どこなんだろう。ほらその程度でしょいやでも行ったもん、うん、水戸の方いらっしゃいますかね。また、まあ、そんなことばっかだからね。まあ、まあ人生の宿題ですな。あ短いですよ人生は。そうだね、宿題後に残しとくとあっという間に8月31日になっちゃいますよ。はい、じゃあ次いきます57、連れ立つ旅の、はい、うん、連れ立つ旅の友部より、うん、分かるる道は小山線、はい、石岡よりは歌に読む雫の体もほど近し。友部という駅から小山線、はい、小山線現在水戸線って言ってます。ああそうか、今の水戸線か、そうやね、うん、はい、どこ行くんですかこの水戸線は。小山ですよ。あー東北本線の、東北本線の、あはい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 、はい、だからここでそうか、友部の友がお友達の友だから、まあ、まあなんかそこもかけたんだね。別れる方が小山線、はい、
石岡っていう駅もあるね。石岡はあるね。はい、これもどっかなんか支線が分かれてますが、鹿島鉄道っていうね、昔私鉄が出てたんですけど、まあ廃止になっちゃいましたけど、それこそ鹿島神宮の方に行く、え、前乗ったやつ乗らなかった、鹿島臨海鉄道みたいな。臨海じゃないね、え、乗ったっけ、駅で見たんだけだっけ、見た、赤い電車、うん、なんか鹿島神宮の駅、鹿島臨海鉄道は、そうそう、鹿島神宮の駅で見たやつね。見た、あ、で鹿島鉄道っていうのはまた違う会社ですか、ま、ですか、うん、はもう廃線になってるんですね、なくなりましたね、まあ、比較的最近ですけど。ああ、そうですか、寂しいね、うん、しずくはこれ地名タイ、何なんでしょうね、しずくのタイっていうのは、しってね、志に、つくしの、とか筑前煮の地区、竹がんぶりに、説明できないやね、うん、これに田んぼの井でしずくのタイってとこも、うん、そう遠かねえよと、そうやね、書いてあるんですが、これといって解説もなく、ああ、万葉集の歌枕みたいですね。万葉集の歌が読んだ、ああ、うん、黄金色の田んぼの風景が雫の鯛みたいですね。枕言葉なの？いや、という場所があるみたいですね。あるんですか。うん、じゃあ、じゃあそんなさ、奈良時代とかに、うん、からこの辺は稲作が盛んだったっていうか、秋の波打つこう稲穂の風景っていうのが一つの、でもこんな時代、うん、関東平、もうこれ関東平野入ってきてるでしょ、いや、もう日立の国ですから、これはちゃんとしたあれでしょう。こんなさ、そんな時代にもうさ、うん、田んぼが整備されてるもんなんですかね。そらされてるでしょう。だから言われ平将門だなんとかだっていうのも来ないんじゃないですか。そうだね、うん、はい、さて、はい、次58番ですね。58、はい、間もなく来たる土浦の岸を浸せる湖は、うん、霞ヶ浦の名も広く、うん、汽船の笛の音絶えず、はい、霞ヶ浦まで来ましたよ、うん、若わしですね。あ、若わしの歌ですわ、ね、はいはい、はい、土浦とか、うん、この辺が霞ヶ浦の町なんですね、うん、霞ヶ浦ってこれ湖なの？湖だよ。湖なんですか、うん、まあまあ大きいよね。でかいでしょ、うん、まあまあどころじゃないんじゃない。あ、そう、うん、サロマ湖の次ぐらい？サロマ湖が2番目だっけ。うん。ああ。浅瀬なの？立派な湖なの？いや、立派だし、でかいよ。はい、あ、ちょっと解説に書いてあります。面積178平方キロの淡水湖で、うん、日本では琵琶湖に次ぐ第2位の広さ。第2位じゃん。お、うん、俺、サロマ湖じゃないの？ちょっと私が読んでるのが昭和46年版の。変わんないでしょ。いや、わかんないじゃん、八郎方だってさ、亡くなってるんだからさ。琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖、猪苗代湖ですね。あ、そうですか、はい、うん、はい、江戸時代には土浦から板湖水郷土地帯各地に船着き場が、あり、またこれと通じる河川とともに交通機関として利用された、うん、戦前には海軍航空隊が置かれた、はい、これがわしわかだよ。わしわし、わかわしか、うん、わしわか、わしわかって誰や。わしわかいねはい、なるほど。板子行ったじゃん。行ったね、板子行った、うん、落花生買おうかどんだけ迷ったことがね。あー、高いね。うん、なんかどっかの喫茶店入ってランチ食いましたね。いや、飯まで覚えてねえな船は覚えてる、船乗ったこの ね、なんか船頭さんみたいな人が安くするからって言って、うん、そう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 、ほんと誰もいなくてね、観光客霞ヶ浦までね、ちょろって出てくれて見たよね。うん、なんかね、まあ、板子は全然逆ですけどね。あ、はいはい、霞ヶ浦のこ上と下みたいな感じですね、うんうん、まあね、うん、板子行きました。どうやって行ったの？それこそあれさ、東京からさ、バスで行ったじゃん。
行き。おお、マジか。バスで行ったんだ。うん、バスだよ。うん、いや、高速バス出てるからね。ほら、覚えてんな。ほらほら、あの、あそこ、サハラね。サハラ行って、うん、そっから鉄道であっちこっち行って、東京に鉄道で帰る。マジで、うん、バス乗ってんだ。バスだった。バスで行くんだって思ったんだもん。へえ。あの、新宿のね。あのぼーっとしてるけど意外といろいろ思ってる黙ってついてきてる割にはなんか心の中でいろいろわだかまりがあったんだね。うん、マルコルって何してんのみたいな。いやだって水月くんと旅行に行くのにこう、あ、その鉄道で行けるようなとこを、あ、バスも使うんだこの人ってちょっと意外に思ったんですよ。ああ、そうなんだって言って、でそのさ、なんちゅうの、路線図は全然頭に入ってないんだけど、もうそこは水月くんについてったけど、うん、あ、そうなんだっていうのは覚えてる。あ、そうですか。うん、ぼーっとしてません。じゃあ、失礼しました。はい。次、59番。59。はい。雲いの空に耳二つ。うん、立てる駒のご、立てたる、あ、立てたる駒のごとくにて、見ゆる高根の南帯、高根は、え、高根は、ごめんなさい、見ゆる高根は南帯と、南帯と、南帯と、これ男からだって書きますね。うん、で、にょったいそびゆるつくば山、うん、はい、つくばまで来ましたよ。そうですね。つくばさん、つくば万博しか言葉がもう出てきませんが、はい、高根って何？高い山でしょ。高い山、これ何？つくば山ってのは、うん、男と女との夫婦山、夫婦岩みたいになってるから、ね、うん、あ、なるほど、そういうことか。で、うん、高い方が男、うん、で低い方が女性って例えて、うん、本当目を問えばですね、馬の耳みたいにも見えるしってことでしょ。ああ、そうですか。駒の立てたる駒のごとくにて、うん、見た僕たちこれ、筑波さん、それこそバスから見えてんじゃない？記憶ないな。うん、まあ多分指摘もしてないと思うけど、うん、筑波さんって僕行ったことないんだよね。僕もな、うん、うん、ここに万博会場があったってこと？万博会場もっとあのなんだっけ、今学園都市とかがあるってことでしょ。筑波学園都市みたいなことでしょ、うん、コスマル、コスモ星丸だよ。コスモじゃなかった。コスマルって略しすぎ。誰も覚えてないし。そんなことないでしょ。あったね。はい。つくばね、ちょっと、うん、うん、そのつくば博ってさ、うん、多分僕たち世代がちょっと物心ついてきた頃の科学博覧会じゃん、うん、だから未来を感じられるところじゃんね、花博とかと違ってさ。何年よ、つくば博って。昭和60年じゃない？昭和60年、そうな。1985年。なんでそんな即答できんの？だって、日本史の番組だもん。85でしょ？ 80?85 だよね。ああ、合ってる、合ってる。すごいね。だからさ、その、星丸。あ、ほら、星丸、コス。コスマルマスだってさ、その本当にさ、そのリアルなロボットとかさ、コンピューター時代の幕開け的なようなもんじゃない。でその科学館とか博物館なんてさ、うん、その僕らが生まれるか生まれないか頃から置いてあるさ、その1960年代70年代のから見た未来のロボットじゃん、うん、それがそのこれからの本当に21世紀間近に控えてるなんか科学文明がなんか見られるような感じのするイベントだったような気がするの。言ってないんだけどね。まあまあまあね、まあまあ世代の問題とかもあると思いますけどね。だからその段
その昭和30年代ぐらいに生まれた人は大阪万博に未来を感じたように、多分ケリーさん世代とかは筑波博だったんじゃないかな。まだこの頃のまだ万博とかは、まあ、とりあえずもうイケイケどんどんでよかったんですよね。この後になるとやれなんだっけ、その環境がどうだとかさ、ただ未来は 100% 明るいかって言ったらそうじゃないよねみたいな、エコロジーな、そうそうそう、ね、会場とかもちょっとコンパクトにしてみたいなね、うん、ね、はい、筑波さん違う、万博は関係ないね、山やっちゃう、はい、でもそれがどっかから筑波万博会場から見れたってことでしょ。いや、まあ、会場見れたんでしょうけど ね土浦から見ますよ、そういうとこなんですよ、うん、大きな山ですよね。はい、60番、うん、峰に登れば地図一つ、うん、広げしごとく見え渡る、日立の国のここかしこ、利根の流れの末までも、うん、利根川まで来ましたね。おそらくこれ筑波山に登ったらって話ですね。あ、うん、でも利根川なんかが出てくるんだよね、うん、利根川もう渡っちゃうぐらいでしょう、うん、あれサハラってここ出ないの、ま、サハラは出ないですよ、出ないんだ、うん、通らないです、ね、通らないですね、橋馬線とかだから、あ、そうですか、うん、はい、利根川、利根太郎さんだっけ、なんだっけ、誰、坂東太郎か、利根太郎、まあ川のこと坂東太郎、うん、はあ、坂東太郎さんですね、こう関東平野を作った大きな川、ただっぴろいところに結構ね筑波山ってドーンってあるから、あ、山山山の山じゃないんで、こう、あ、単品なんだ、そうそう、ボーンってあるから結構すごいって言ったことはないんだけどね、なるほど、じゃあ遠くに、まあ、利根川銚子の方まで見えるし、そうか、じゃあ東京ぐらいも見れるんだね、見れんじゃん、そうなんだ、そう、じゃあちょっと霊山的な、いやもちろんね、筑波神社って立派な神社が山頂にありますけど、はい、ケーブルカーで行きますよ、あ、そういうの好き、ね、大好きでしょ、うんうん、ケーブルカーとかロープウェイとか大好き、うん、うん、はい、はい、61番いきますよ、はい、松戸を降りて甲の台、はい、甲って国府って書いて、甲、ね、国府の台ですね、はい、行けば一里に足らぬ道、うん、ママの手ごなが後という、うん、寺も入り江も残るなり、うん、うん、はい、松戸を降りました、そうすると甲台っていう、うん、国府台っていう、甲の台ですね、うん、っていう、うん、これは何ですか、なんだっけ、明治天皇のなんか、はあ、ゆかりの、まあ、この辺結構千葉の平野部で、演習、陸軍の軍隊の演習とかでよく使うんだよね、じゃあそういうのそれでなんかなんだっけ、明治天皇が なんか名付けた名前かなんかじゃなかったっけ、なるほどね、うん、であとママ観音があるの、うん、ママのママって何、ママの手ごな、ママの観音っておっぱいの観音さんじゃないの、そんなあんの、なんか愛知県にあった、あ、そうなの、うん、おっぱい神社みたいな、どの辺に、犬山とか、へー、江南とか小牧の方にあったと思ったけどな、うん、へー、寺も入り江も残っているとか、まあ昔ながらの風景も残っている、明治時代に昔ながらの風景ってね、うん、まあまあまあ長い時代と思いますけど、ね、はい、もうこれ千葉県なの、もうそうやね、あ、ほんとだ、ちょっと待って、東京の地名になってきちゃってる、次から、うん、はい、へえ、でも千葉とか別に通るわけじゃないしね、うん、我孫子なんかも全然触れてないよ、牛久とかさ、うん、牛久って観音さんあるとこでしょ、牛久は大仏か、大仏か、牛久大仏か、うん、とか、この辺はやっぱ今は触れたいとこ、我孫子なんてなんか
在来線の終点みたいなイメージありますけどね。まあ今でこそね、ベッドタウンで大きくなったけど、まあ当時は何にもない電池帯なんじゃない。そうでしょうね。川のなんか間のぐちぐちしたとこでしょうね、もともとはね。まあね、湿地帯みたいなとこかな。はい、62番。62。はい。車輪の巡り速やかに、千住大橋右に見て、うん、玉木の橋の限りなく、うん、再び戻る田端駅、はい、おお、山手線まで来たよ。田端は山手線だっけ、せっけ田端って山手線にあるよね、うん、はいはいはい、ね、はい、千住大橋、うん、北千住とか南千住ってあれ？そうですね。もともとだ水戸街道の橋なのかな。うん、隅田川のとこだね。隅田川か。はい、千住ってね、うん、なんか下町寅さんの感じの方に来た感じ。そうやね。千住大橋が金八さんの歩くとこやっけ？違うな。あれ荒川じゃないの？あれは荒川か、うん、まあでもこの辺ですよね。まあまあまあそうやね。はい、あ、東京戻ってきたね、うん、63番、はい、昔は鬼の住みかとて、うん、人の恐れし道のくの果てまで行きて時の間に帰ることこそめでたけれ、うん、あれ帰ってきました。帰ってきちゃったじゃん、うん、まあ確かに東京ですからね、うん、昔は道の区は鬼の住んでるとこだったんですか、まあ、あだたら山じゃなかったっけ、なんとかの鬼ババアが、はい、うんうん、そういう得体の知れないとこだったわけですよね、昔はね、道の区といえば、うん、まあそうですわな、うんうん、で、まあ、そんなとこまで行って帰ってこれちゃったよという、うん、今や鉄道でそんな端っこ青森まで行ってあっという間に帰ってこれる、すごいよねって ね、うん、文明開化ですね、うん、はい、最後です、64ですよ、はい、岩へ人々鉄道の開けし時に会える身を、うん、上野の山も響くまで鉄道唱歌の声立てて、はい、はい、上野到着です。やれやれ、はい、戻ってきた。あ、はい、鉄道ができてすごい遠方の人とも会いやすくなって感謝しなよとね。え、まあ、日本ってね、その馬車とかの時代がないんで。そうですね、昨日まで歩いてたのが突然鉄道ができるわけですよね。そのやっぱりインパクトっていうのはすごいよね。だってね、本当に歩くより、うん、あっという間に行けるんだもん ね。まあそれだ、僕らだったら高速道路が開通して不便だった山道が昔は1時間かかってたのが今20分で行けるようになったとかね、うん、なんかそんなに似てるのかな。1時間が20分のインパクトでやっぱり20日間が1日で行けるってのは全然違うよね、うん、そうだよね、うん、時は金なり、いっぱいお仕事できちゃいますね、うん、ね、まあいろいろおかげで忙しくなったんでしょうけど、はい、うん、さあ第3章終わっちゃいましたね。鉄道消化シリーズやばいじゃん、ネタ切れ。いや、この先もですね、第4週から第6週までございます。東海道、山陽、九州、奥州、いわきと来て、第4週はですね、北陸編になりますね。で、第5週は関西三宮南海編、うん、だから紀伊半島と四国とかかな。で、第6週が北海道編になるようです。そうでっか、まだまだ、はい、いけそうですな。まあ気長にですね。つうかこれ全部 やるのまあ大変だけど、うん、うん、また
いつか、うん、本当これ不定期なんでね。そうですね。また気が向いたら企画いたします。はい。はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。うん、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。うん、番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。はい、メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。